酸化ウラン、または二酸化ウランは、化学式が UO2 と表される、ウランの酸化物である。通常は、褐色の無定型粉末で、有点、約2、摂取800度、比重10.97、室温での低圧モル比熱は14カロリー、モールク、室温でのヤング率は 200GPA、硝酸に容易に溶けて、硝酸ウラニルとなる。 免震立法格子のホタル石型の結晶構造であり、単位格子中に、ウラン原子が4個、酸素原子が8個存在する。酸化プルトニウムとは、任意の比率で固用体を形成する。摂氏700度で家庭比酸化ウラン UO2X が生じ、摂氏1200度で家庭比酸化ウラン UO2X が生じる。熱伝導度は、室温では10ワット、MK 程度。 摂取鮮度では 4W、MK であるが、O、夕日が2からずれる、不純物の存在等により熱伝導率が低下する。高温で安定しているため、金属ウランに代わって、軽水炉の燃料として使用されるようになった。現用の軽水炉では、低濃縮の酸化ウランの粉末を、プレス機で直径、長さとも、約1センチメートルに成形、加工し、 高温で焼き固めたペレットが使われている。ペレットをジルコニウム製の燃料被覆管に詰めて燃料棒を構成し、燃料棒を8発等の方形に束ねたものが燃料集合体であり、燃料集合体は炉心に相化されて炉心部を構成する。酸化ウランは天然に産出する線ウラン光の組成そのものである。ウラン燃料の採掘から、 燃料棒として使用される部分の始まりと終わりが同じ物質で中間に様々な化学処理や遠心分離などの操作を受けていると言える。ありがとうございます。